ィズがクエストに一緒に来るなんて珍しいですね。皆さんには日頃お世話になっていますから、お役に立ちたいなと思って。ウィズはもともと凄腕の冒険者だからな。手伝ってくれるのならありがたい。それにしても一撃ウサギはどこですか？しばらく待っているのに全然出てこないじゃないですか。あ、それならちょうどいい魔道具を持っているので使ってみましょうか。ウィズが言ういい魔道具って嫌な予感が。不安なんですけど。いつもウィズの魔道具のせいでひどい目に遭わされるじゃない。おいヨセ、それフラグ！ぴょん。どうしたんだ？うさ耳なんかつけたりして。これ、かわいいですよね。いや、まあ、かわいくはあるけど、それが何なんだ？これは、ただかわいいだけのうさ耳ではないんですよ。この耳をつけていると、うさぎたちが仲間だと認識して近寄ってくるんです。見ろ、一撃ウサギだ。この魔道具の効果だろうか。ウサ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 、また増えました。本当にウサギを引き寄せてるようですね。確かに今回の討伐クエストにおいてはかなり有効な魔道具かもしれないな。そうなんです、役に立つんじゃないかと思ってこっそり持ってきて。ウサウサウサウソ！でかいのも来ましたよ。それになんだか様子が。ウサウサウシャー！ちょっと、一撃ウサギたちがウィズに群がっていくんですけど。ウィズ、ウィズ！はあ！なぜ襲うんですか？私は仲間ですよ！やべ、角でつかないでください。入った！ウィズ、大丈夫か？一撃ウサギの群れの中に埋もれて。だが、ちょっと気持ちよさそうだな。私も。そんなこと言ってる場合か！助けるぞ！この芝！エクスプロージョン！危ないところだったな、ウィズ。はい。助けてくださり、ありがとうございました。こちらこそ礼を言う。あの一撃ウサギの群れの中で受けた鋭い一撃。なかなか悪くなかった。こんなはずではなかったんです。耳をつければ、同種の生物が寄ってきて、仲良くなれると説明書に書いてあったのに。なあ、ウィズ。説明書を見せてくれよ。どうぞ、こちらです。このウサ耳を装備するだけで、同族が装着者を仲間と思い近寄ってきます。ん？その下に小さい字で何か書いてあるな。可愛さ余って憎さ100倍。仲良くなりたいと思う以上の憎しみを抱かせるので、襲ってくる可能性は大ですって。やっぱりポンコツアイテムじゃねえか。こんなのつけても襲われるだけだ。ほえー、そんな注意書きがあったなんて。ウィズの魔道具だものね。私は最初からこうなるって分かってたわよ。どうしましょう。いい魔道具だと思って大量に仕入れてしまったんです。見てください、これを。ウサ耳だけじゃなく、犬耳、猫耳、クマ耳、耳シリーズを大量に仕入れてしまって、またバニルさんに怒られてしまいます。まあ、自業自得ですね。耳シリーズ！もしや、クマ耳をつければ一撃クマが寄ってくるのだろうか。おい、ダクネス、間違ってもその魔道具を譲り受けようとか言うなよ。そしてビーズ、この魔道具はどう考えても危険だ。返品するしかない。ですけど。俺も一緒にバニルに説明するよ。あまり意味はないかもしれないが、使った本人たちが言えば説得力も増すかもしれないしな。ありがとうございます。とっても心強いです。カズマ
さんがいればバニルさんも殺人光線を撃ったりは。バニル式殺人光線、やっぱり意味なかったか。このポンコツ天使が、返品も無料ではないのだぞ。無駄な手数料と送料を払わせおって。ごめんなさい。